あ、朝霧だ。千春ちゃんの警備の件だが、11時から12時までを受け持ってもらえないだろうか。誰か助けて！お願い助けて！なんでこんなことをしたんだ。僕はただこいつが声明文を書いたことを問い詰めてただけで。こいつが声明文を書いたって？っていうかこいつがフロントに声明文を置くところを見たんだ。おい、本当なのか？すみません、僕はただみんなに守ってほしかったので。守って欲しかった？一体どうして？実は殺された二人はあの葛城直のスキャンダルをでっち上げた犯人なんです。そして僕も無理やりそれを手伝わされたんです。やっぱり直ちゃんのスキャンダルはデタラメだったんだ。それで次に殺されるのは僕の番だと思ったんで。あの偽の声明文が見つかればみんなが僕を守ってくれると思って。君と渚の恋人たちってなんか関係あんの？僕、渚千春の大ファンなんです。あのね、ファンと恋人じゃ大違いだよ。金田一さんなら分かってくれると思って。分かんないよ。